桜井誠ニュース。一つ目、北朝鮮のアメリカ通李永浩元外相昨年処刑された模様。二つ目、物価上昇に賃上げ追いつかないとスタグフレーションとの声も岸田首相。三つ目、日本人に認められたフィリピンの日本アニメ実写化作品に対する日本人の反応に感激の声が殺到。北朝鮮です、アメリカ通の元外相処刑かということで、外務省関係者も、4人から5人が相次ぎ処刑された模様ということだそうです。北朝鮮のですね、李永浩元外相が昨年処刑されたとみられるということで、それに、ね、付随して外務省関係者、これ北朝鮮の外務省ですね、北朝鮮の外務省関係者4から5人も、相次いで処刑された模様だというですね、これ確証が取れないんですけれども、読売新聞が、ね、報じているということでもあるんですね。これいろいろ取り沙汰されてるんですけれども、理由はですね、一番大きな理由としては今ですね、北朝鮮からどんどん亡命者が出てるんですね。でその亡命者っていうのが、このなんていうの、北朝鮮がね、国交を結んでる国ですね、そこに大使館を置いてるんですけども、その大使館を経由してその国に亡命を求めるというケースが非常に多いんですね。でその責任を取らされる形で、外相、それから、関係者ですから、多分外相副外相とかそういったところでこう処刑されてるのかなという感じですね。このね、一見でね、一つ分かるのは北朝鮮が今ね、大変な事態になってる、どん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 人が逃げ出していっているということと、もう一つ忘れちゃいけないのはキム・ジョンウンというね、この豚ですね、この豚がどんだけ残虐な豚かっていうことがよく分かるわけですよね。このキム・ジョンウンっていう人間はもう死んだと言われてるんですけれどもね、その取り巻きですよね。だからキム・ヨジョンを中心とする、キム・ジョンウン の妹ですが、ね、キム・ヨジョンを中心とするこの北朝鮮のですね、執行部体制がもう極端にですね、こう残酷なんですね。日本から見て残酷、ただその北朝鮮の中では当たり前の措置なんですよね。本当にね、こう残酷非道というかね、残忍なのが北朝鮮なんですね。だからかわいそうじゃないんです。だから上から下まで同じ考えですから、あそこは違う考えを許さないですからね。ですから日本にね、この連中を崇拝するですね、朝鮮学校とかいうね、このふざけた学校があるということ自体がそもそも間違いなんです。というか日本はね、日本はあんた一応自由主義陣営でしょうに、自由主義陣営がこんだけ独裁をね、しかもあんた国民をぶっ殺しまくってるね、この独裁をあんた認めるかいというですね。だからその北朝鮮というのはとてつもなく恐ろしい国なんだということなんですね。今のね、豚はどんどん顔が変わってですね、一体これ第何号だよというのでね、影武者が6人ぐらいいるみたいですけれどもね。ということで続いてのニュースを見ていこうと思います。続いてのニュースです。岸田のアホ。岸田文雄首相は5日経済3団体合同、交換会で挨拶をし、物価上昇に賃上げが追いつかないスタグフレーションの可能性があると警鐘を鳴らす声があると指摘したということで、今頃になってようやくですね、スタグフレーションという言葉を使いました。丸という感じですね。
もう言うことがないですね。本当にこうドアホーですよね。バカですよね。クソったれですよね。何回このスタグフレーションと桜井が言ってきたか。もう2年も前からね、2年も前からスタグフレーションに日本を陥ってると言ってきたのに、ようやくですね、首相がスタグフレーションという言葉をですね、使い始めたんですね。だからね、このね、岸田の周りにね、こうアホの岸田の周りにアホな経済学者がたくさんいるんですけれども、そんなね、お偉いこのなんていうの、学位を持った経済学者よりも桜井誠っていうね、ど素人の方がよっぽど経済のことが分かってるという話なんですね。スーパー評論家ですから。まあ今日もちょっとこの後買いに行かなきゃいけないんですけどね、まあ今日はね、キャベツとね、豚肉買ってこようかなと。ちょっとね、動画で見たんですけどね、キャベツの千切りと、あと豚肉を煮込むだけなんですけどもね、意外と美味しそうだったんで、ちょっと食べてみようかっていうんでね、ちょっとこう作ってみようかなっていうんでね、まあ、キャベツとちょっと豚肉を買ってきてですね、こう作ろうかなと思っておりますけれどもね、まあまあまあ、そこはいいんですけども、要はね、お偉い経済学者のクソバカタレどもっていうのは、自分でね、スーパーに行かないんですね。だからマクロ経済がわからないんですよ。ミクロ経済がわからないわけですね。マクロ経済はわかるけれども、そのさらに小さいミクロ経済っていうものが全くわからない連中が、一生懸命マクロ経済がどうしたこうしたって叫んでるわけですね。それはあんたもう、なんていうの、一番そのね、ミクロ経済に近いですね、主婦ですよね。ご家庭の主婦の皆さんの方がよっぽど経済のことが分かってるんです。はい、ということで、今日最後のニュース。最後のニュースはちょっと毛色を変えました。まあね、せっかくのね、こう、なんていうんですか、お正月というかね、まあ一発目の、今年一発目のね、ニュースということで、たまにはね、日本慢性記事を紹介してもいいかな、ということで、まあこれ日本慢性にならないような気がするんですけどもね、日本人に認められたフィリピンの日本アニメ実写化作品に日本人の反応、感激の声が殺到ということで、一体何かというと、まあこの中でもね、覚えてる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、ボルテス5というね、アニメがあったんですけども、これがフィリピンで実写化されたっていうことでしてですね、ボルテス5レガシーというですね、タイトルで、今ですね、予告編なんかが公開されてるんですけどもね、いや、非常にね、いい出来でしてですね、非常にいい出来でしてですね、いや、これはすごいなと、私も思ったんですよね。まあ、ちなみにね、このボルテス5っていうのはね、まあ、もちろんフィリピンでも大人気だったわけですけども、というか、日本のアニメってね、日本人が思ってる以上に、こう海外にこう出てるんですよ。だから日本人が知らない間に、その、まあ、例えばフランスではね、ベルサイユのバラとかですね、あるいはその、何ですか、マジンガー Z ですね、グレートマジンガーとかね、こういうのがめちゃくちゃに人気があって、で、グレートマジンガーが、何でしたっけね、視聴率 100% 取ったとかいうのでね。で、このボルテス5っていうのは、マルコス政権ですね、マルコス政権時代に、流れたんですけれども、革命思想につながるっていうことで、マルコスがこれ止めたんですよ。で、その後に、マルコス政権が倒されて、で、打ち切られたこのアニメが放送されたっていう経緯があるんですね。だから、その、打倒マルコスというよりも、こう、フィリピンでは、こう、なんていうんでしょうかね、自由の象徴としてのアニメということでね。で、これ、主題歌歌ってるのが、堀江光子なんですね。で、その主題歌歌ってる堀江光子は、フィリピンに行くとですね、国賓待遇なんですよ。いや、ずいぶん昔のね、映像だったんですけど、見たんですけどもね、もう飛行機から降りた時点でもう、軍人さんたちがね、こう、取り囲んでね、もう本当にこう、下にも置かぬですね、扱いを、というようにね。まあ、こういったね、こう、なんて言うんでしょうか、こう、大きな時代の流れの中で、一つの日本のアニメが、こう、フィリピンのね、歴史に、こう、転換点をね、与えたという
ということでもあるんですね。ね、堀江光子知らん。いや、キャンディーキャンディーとか歌ってたんですよ。